ブラジャとは、岡山県岡山市にて行われている夏祭り、及び同祭で行われる温度、それに使用される楽曲である。岡山県に古くから伝わる、鬼神、音羅の伝説をもとにしたものであり、名称もそれに由来する。全国的には発祥時期に開催ムーブメントとなっていたよさこいの一種として扱われるが、これに分類される他の祭りと比して、異なる点も多い。 現在では、岡山桃太郎祭りのメインイベントとして、8月の第1日曜日と、その前日の土曜日に、岡山市中心市街地で開催されている。踊りに参加する人が全員、顔に化粧を施すのが特徴である。1994年秋に、岡山青年会議所を中心に始まる。2001年より、岡山市の岡山桃太郎祭りの一環として夏開催となる。 その後、毎年8月の第一の日曜日と、その前日の土曜日に、岡山市中心部での開催が定着し、現在に至っている。踊りと化粧を軸として開催される、この祭りは、市民自らが中心となりそのほとんどを、ボランティアスタッフが運営する岡山の地域、文化、歴史に根ざしたストーリー性のある、市民参加型の祭りとして、年々その規模を拡大し、市内、 県内だけではなく、県外からも毎年多くの踊り子が参加する、祭りとして、岡山の町に定着している。ウラジャの表現として、ウラジャ踊りという表現をされることがあるが、ウラジャ踊りという踊りは存在しない。また同じように、ウラジャ、祭りと表現されることも多いが、ウラジャ、祭りという祭りも存在しない。岡山桃太郎祭りという祭りの中の一つとして、ウラジャがある。 ウラジャをきっかけに、郷土の歴史や文化に興味を持つということから、知らなかった歴史や文化を調べ知るといった行動を導き、郷土を誇りに思う心や、街を大切にする心や、人と人とのつながりを大切にする心を育む、活動につなげ、街のために行動を起こせる人の育成を目指している。以下の条項などが参加ルールとなっている。年の創設時、 踊り子、観客、裏方が一緒になって踊る、総踊りから始まった、裏じゃは、今では、市内中心部に、それぞれの特色を出し設けられる、演舞場や、商店街、市役所筋といった行動を練り歩き群舞する、パレード、顔や腕などに、思い思いの化粧を施す、女化粧など多くのコンテンツを持つ。楽曲の制作者及び、振付師は、全員、地元在住の有志。 楽曲が収録された CD は、ウラジャの祭り会場や、同心公開事務局で発売されている。ウラジャでは、以前までは、市役所筋を会場とした地方社パレードにて、原曲部門、オリジナル曲部門に分けられて、本審査が行われていたが、2013年以降は、演舞内容だけではなく、マナーモラル等も含めた、総合審査という形に変更されている。 審査での賞の種類は各部門で上位より、誉れ、匠の2種に区分、さらに年によっては特別賞などの受賞実績がある。ありがとうございます。